仙台空港鉄道株式会社は仙台空港線の建設、運営を目的として発足した第三セクター方式の鉄道会社である。略称は英称の当時後の SAT。ロゴマークは一般公募作品の中から決定した。仙台空港鉄道の唯一の路線は2007年に開業した仙台空港線である。これは 東日本旅客鉄道東北本線、名取駅から分岐して仙台空港駅に至る全長約 7km の空港連絡鉄道である。すべての列車が JR 線への直通運転により仙台駅仙台空港駅間で運行されており JR 線への乗り入れ区間を含めて仙台空港アクセス線と通称されている。会社設立は2000年であり主な出資者は 宮城県、仙台市、名取市、岩沼市などの沿線自治体、及び JR 東日本である。また、村山地方からの利用者が見込まれた山形県は、資本金の約0.7%に当たる5000万円を出資した。開業後の利用者数は、当初の予想を下回っているが、沿線である森関の下駅前には、商業施設4モール名取が開業するなど、 空港連絡にとどまらない沿線開発が期待されている。東日本大震災の影響により多額の復旧費用が発生したほか、長期の運休により収入が減少したため、これ以上の経営悪化を防ぐため、宮城県知事の村井義弘は2011年9月5日の記者会見で同社の駅舎や橋脚などの固定資産を宮城県が 約85億円で買い取ることを表明した。これは以前から同社の業績が予測を下回っていたため、検討されていた施策を前倒しで実施することになったものである。駅一覧などは以下の記事を参照のこと。仙台空港鉄道と低山堀、名取市郊外。大人片道普通旅客運賃なお、仙台空港鉄道の駅では、 スイカの販売を行っていないため、接続駅である、名取駅など、スイカエリアに入っている、JR 駅で購入する必要がある。定期券販売も、仙台空港鉄道の駅勤務員では対応せず、名取駅の緑の窓口で対応する。2016年3月26日、スイカ仙台エリア限定でアイクスクとの相互利用が可能となったことに伴って、 仙台空港鉄道 JR 東日本仙台市地下鉄間の連絡定期が設定されている。2010年度までは年間利用者数は250万人前後で推移。2011年度は東日本大震災による被害により大きく落ち込んだ。仙台空港利用者の増加と沿線開発が進んだことにより当線の乗降客数は増加に転じ。 2013年度以降、過去最高の利用者数を記録し、2018年度、営業損益は開業以来、初めて黒字を計上した。一方で、宮城県による需要予測には及ばない状態が続いている。地震及び津波によって、保有設備等に甚大な被害を受け、発災年度は当年度順損失が大幅に拡大した。しかし、 震災復旧費用の約34億円は全額国の負担となり、また震災前からの財務問題についても仙台空港鉄道所有の鉄道施設の一部を宮城県が買い取って、それをまた同社に貸し出すリースバック方式により上下分離を2011年度に実施し経営改善した。このため単年度赤字は一気に減り、さらに乗降客数増によって 減少傾向にある利用者数の変遷。ありがとうございます。